皆さん、緊急事態が発生いたしました。緊急事態が発生いたしました。ついに、ドル円、ついにドル円、5年に一度のガチョウ戦略がスタートいたしました。こんなに早く来るとは思いませんでした。えー、ドル円 FX、5年に一度の大ブレイクが始まりました。これは訓練ではありません。これは訓練ではありません。本日のお題、この青いところですね。 ドル円5年に一度の大商いがスタートした模様です。大本営発表、今後3年間の勝ち方はショートでありました。ショートでありました。XMMT4 を確認しましょう。XMMT4 を確認しましょう。えー、これは月、えー、足ですね。えー、5年に一度のペラントフラッグのペラントフラッグの ブレイク。ブレイクはなんと、ショート、下でした。下でした。下でございました。まだわからない。まだわからないが、先ほど、えー、今から5分前、ニュース速報、NHK ニュース速報が入っています。中国、台米報復のため、関税上乗せを発表、600億ドル台米対象、来月1日、6月1日より、えー、報復措置を発動するとのことです。これにより、 えー、ドル円、えー、ドルは大幅に下げて、ですね、えー、さんのお花のように下げております、えー。最後の防衛ライン、最後の防衛ライン、これは3尊かと、ダブルボトム、ダブルボトムをつけて上がっていたものが、えー、今朝頭から窓を開けて下げ、そして、えー 横横になったものが、やはりあの中国の対米報復関税の発表により大幅に下げております。大幅に下げております。今から10分前のことです。えー、大幅に下げており、これは大変なことになりました。えー、中野研究会、中野研究会の、えー、5年に一度のペナントフラッグの、ねえー、IFO の設定もなんともう刺さっております。刺さっておりまして、私はまあ、 えー、たった2万円や万円しか入れてない。1万円しか入れなくて、今は5万円まで2倍になります。で、今ですね、もう1200円の利益が出ている。1290円の利益が出ている。たった1万円で1200円が出るという、このなんとも素晴らしい FX の利益ですね。はい <coughs> これがですね、スタートいたしました。これは、えー、ショートですね、ガチホショート、えー、NHK、今日9時からの放送もですね、日本の景気は悪いと、悪すぎるということで、下方修正の報道を発表いたしました。下方修正の発表いたしました。 NHK は、えー、日本の、ね、政府のコンセンサスを得ての発表となっておりますので、えー、これはですね日本の経済はこれから非常に悪い方向へ進むと、悪い方向へ進むということの表れでございます。皆さん、緊、え、縮、ー、財政、お財布の紐をですね思いっきり縛って、ですねこれからは、えー、旦那さんが、えー、会社、首切りになると、リストランになる、えー、そしてご自身のお仕事も。 わからないというような状況になる可能性がある、それを、ね、NHK が今日発表いたしました、それに伴い、ですね今後、日本の景気は急速に悪くなり、前回、ですね約今から2週間ぐらい前に、ですね安倍首相の側近中の側近である国会議員が、ですね今年のですね10%の消費税底上げは中止だと。 中止、そして、衆参同時選挙に突入するという発表をいたしました。それは本当のこと、本当のことである可能性が非常に高くなりました。これは緊急事態です。これは緊急事態です。5年に一度,に一度のガチョ戦略、えーショ、ドル円はショートでございました。ショートでございました。まだ分かりません。まだ分かりません。まだ戻るかもしれませんが、基本的には非常に厳しい。基本的には非常に厳しい。えー ダブルボトムで上がるかと、で最悪3ドンつけるのかと思ったら、やっぱりそのままつるんて垂れ下がってきました、えー、第一歩お送,りお送りいたしましたが、これは私どもは今回、ですね大体40ピップスから50ピップスの利益を取る予定ですが、これはですねひょっとしたら、ガチョ戦略で75円,75円、この時ですね、民主党政権から安倍政権に変わった時のの75円。 76円,銭76円45銭に突入する可能性があるそうした時の最大利益最大利益はです、ね、なんと3300ピプス三千三百ピプス、えー、これは三千三百万、えー、例えば20万円入れたら、えー、3300万 そうですね20万やったら3300万、200万やれたら3億3000万になる、この FX、この FX、え大フィーバー、スタートいたしました、えー、あそうですね、もう戻りませんね。 戻りませんね。ここの最終防衛ライン、最終防衛ラインを、えー、下にストーンと押したならば、これはもう戻りません。二度と戻りません。75円一直線、えー、ただガチョウしてればいいだけの話なので、誰でも簡単に億万長者になることができる。ただし、ショートはスワップポイントマイナスですが、えー、大体の全体の1割か2割ぐらいしかスワップポイントはつかないので、えー、3億円あったらそのうちの多くて6000万。 がスワップポイントマイナスですが、えー、その他のね3億円の6000万、だから2億4千万儲かると、そういう計算が成り立つと思います。とにかく、えー、5年に一度の、えー、ガチョ戦略、これはショートでございました。ショートでございました。えー、あ、これはもうだめですね。下抜けますね。下抜けますね。これはもうだめですね。それでは第一歩をお知らせいたします。えー、これで、えー、あ、下抜けますね、これ。一旦、えー、アップロードいたします。ありがとうございました。 何かご質問ある方は電子メール、えー、LINE そして携帯電話でご連絡ください。失礼いたします。